おはようございます。町長の太田です。今日から新年度が始まりました。今年度も住む人も訪れる人も心和らぐ森町の実現に向け町政運営を推進してまいりますので、皆様のご支援ご協力をお願いいたします。今月は森町議会3月定例会の審議結果について、4月1日付の人事異動および今月のイベントについてお知らせします。はじめに森町議会3月定例会の審議結果についてです。3月議会では一般会計などの平成31年度当初予算や条例の改正などの議案をすべて原案の通りお認めいただきました。また最終日には議長・副議長の選挙も行われ、議長には亀沢進氏、副議長には小沢哲夫氏が選出されました。議決をいただいた予算で行う今年度の事業から2つの事業についてお知らせします。最初に町内会公民館整備補助金の見直しについてです。近年町内会の皆さんから特にエアコンなどの備品に関する相談が増えてきています。これまでは宝くじコミュニティ助成金制度を活用していましたが、枠が少なく助成を受けるまでに年数がかかるなどの課題がありました。そのため今年度から町内会公民館整備補助金の対象に公民館内の備品購入を新たに追加して、コミュニティづくりの推進、社会教育の充実や向上を図ることとしました。具体的には30万円以上の備品に対して3分の1以内の助成で、上限は30万円以内となっています。次に自主防災組織資機材整備費補助金についてです。地域防災力と防災意識を高めるため、自主防災会が使用する防災資機材の整備に対する助成金制度を設けました。総額1万5000円以上の資機材購入に対して3分の2以内の助成で、上限は世帯数にもよりますが最大20万円以内となっています。今後回覧等で詳しくお知らせしますが、購入や整備を希望する町内会におかれましては制度の活用をぜひご検討ください。次に平成31年4月1日付の人事異動についてです。役場職員では3月末で8名の退職者があり、4月より6名を新規採用しました。職員の移動は適材適所の配置を基本として、スムーズな業務運営を図りながら将来の発展を見据えた人事配置としました。また森町消防団では太田副団長をはじめ66名が満期退団され、新たに63名に入団していただきました。7日に文化会館で入隊団式を挙行し、山本団長のもと新たな体制で森町消防団がスタートいたします。最後に今月のイベントについてです。6日7日に雨宮神社、20日21日に奥国神社で重要無形民俗文化財の十二段舞楽が奉納されます。郷土の伝統文化を間近で感じてみてはいかがでしょうか。同じく20日21日に静岡遠州観光ネットワーク主催ゆるゆる遠州ガイドライド2019が行われます。全国からサイクリストが集まり、春の森町を自転車で巡ります。皆さんでおもてなしください。